いきなりバリュー30億ついて、将来5年後に100億いってますか、ありえねえだろと思うんですよ、はい、ないんですよ、そんな、はい、なるほど、だからちゃんと、じゃあ僕言ってない。ベンチャー企業の M&A は M&A バンク。今回はですね、あの内山社長に来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。内山さん、あのなんかちょっと今時の経営者にカツを入れていただきたいんですけど。カツですか、はい、ないんですけど、そんなに、はい、あ、でもあるとすると、はい、僕は金借りたんですよ、銀行から。デッドで引いたと。そうです、本当かけてた。だからそれだったらもうお金がどうしても困った時にはもうデッドから頑張って引いて、借入金とで事業を伸ばしてエクイティもその後つけていたっていう話なんですけど、僕がこの会社面白いなとか、あのこの会社と一緒にやりたいなって思う時にまず見るのは、これまあ今のセオリー的に合ってるか分かんないんですけど、経営者金借りてんのってことです。エクイティでグワッと集めて燃やしてるっていうことだけだとすると、この1枚のこの金に対しての価値をみんな感じなくなってると思ってるんです。はいはい、特に SaaS 系のモデルだったり、特にまあクラウド系のサービスだったりすると、広告投資を含めてお金をバンバン燃やしていかないといけないんですよ。でそれでリードをどんどん取り、SaaS のユニットエコノミクスっていう考え方がこうやって合ってるかどうかこうやって追い続けるんですけども、これってやっぱり自分がどれだけ苦労して、でも自分が責任を負って金をこうまあ集めてですね、そこにやっぱりなんていうかな、魂っていうかね、依存してると思うんですよね。だから単に投資家だけがうわーって金集まってそれをバンバン燃やしてるっていうのは、なんかちょっと気骨にがないというかね、っていうのは僕は思っちゃうんですよね。なるほど、だからもうイケてるなとかこいつすげえなと思う経営者って、やっぱりもうすごい苦労して、最初なんとか金をいろんなとこからも集めても銀行からも金借りて回してって、である程度になった状態に応援してもらってドッて伸びてる会社、これすごいなと僕尊敬しますね。なるほど、資金調達はどういうふうにすればいいか、もちろんさっき今言ったようにデッドで引いてまず責任を取ってお金の価値を分かった上でエクイティを引っ張るみたいな、あと配分とかですね、最初リードのなんだリードで VC 入れるとき、こういう風にした方がいいよとかですね、もう今となってはなんですけど、トータルにいった理想は、まず自分の自己資金で、やっぱビジネスがある程度作れていくかっていう、そこまで作れるかってところですね。ビジネス何の形もない状態で、じゃあお金出してくださいって言ってそれを作ったとするじゃないですか、比率も例えばじゃあ 30% 持つねとかそんな感じになっちゃうじゃないですか、それってあんま良くなくて、本当にこれやりたいって思うんだったら、そんな金500万ぐらいなんとか集めてこれるはずなんですよ。500万でまず形ちゃんと作れと、それで物ができ形ができお客がちょっとついた状態だったら、次のエクイティ何やるにしても、あのバリューがついてるんで、で一気に行きやすい。この何にもない状態で、つまり自分のリスクマネーがゼロな状態で人からお金を集めて何かやろうとすると、やっぱ取れるものも限られてくるし、空中分解することが多いんじゃないかなと思うんですね。なるほどね。だからせめて500万、1000万、はいはい、それぐらいある状態で物を作る、あとはなんかサービスをちゃんとまとめる、でそれでやるってこと、あともう事業計画ですね。事業計画作れない経営者があまりにも多すぎて、はい、若い子たち、はい、なんかこれやったらこうなりますみたいな、いきなりバリュー30億ついて、将来5年後に100億いってますか、ありえだろと思うんですよ、ないんですよ、そんな、なるほど、だからちゃんと、じゃあ僕言ってないですよ、そんな、言ってないですね、給料いくら取って、広告宣伝費はいくらで、飲み代いくらやるのかって、全部かけと12ヶ月分、でそれに対してどう伸びていくのか、そのロジックをちゃんと作れと、そのロジックが作れない状態で、お金くださいってまず無理っしょ、絶対ロジック作れなきゃダメ、もう二極化しますね。ちゃんと事業計画作れる、そしてプロダクトをそれに合わせて作る、またサービスを作る、でその事業計画のトラックレコードをちゃんと見る、3ヶ月6ヶ月、でそれがその通りにいってたら、この経営者は健全だなと思うわけですよ。大幅にずれてたらこいつちゃんと考えてるのかなと思うわけですね、その辺が見てるんじゃないですか。なるほどね、投資家はということですよ。皆さん大丈夫ですかね。じゃあ、そうだ、もちろんですね。じゃあまた M&A バンクでお会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ベンチャー企業の経営者の皆様、一度無料査定してはいかがですか。実体験をもとにアドバイスさせていただきます。お問い合わせは動画の概要欄からお願いします。チャンネル登録もお願いします。